サ部は漢字を部首により分類したグループの一つ。後期時点214部首では200番目に置かれる。朝の茎から繊維を剥いだ状態、朝字は朝下の一年草である朝を意味する。朝は古くから身近な植物であり、その種子は食用、薬用として用いられ、五穀の一つに挙げられることがある。また、その茎の繊維は朝織物として利用された。 このため、朝字で、朝繊維を指すこともあり、また、麻布、特に麻布でできた模服を意味する。また現代中国語においては、しびれることを意味する動詞としても用いられている。その字型は朝を表す、と、弦の回忆文字で、屋根の下で朝を紡ぐことを表していると言われる。変貌の意図としては朝に関することを示す。また、勝負としてもよく用いられ、ま、ま、 魔のような魔といった音、なびきのような実といった音を表している。朝部はこのようなイフを構成要素に持つ漢字を収めるが、他の部に分類できなかった魔や木のような勝負を持つものもある。朝の内部の字は地域によって差異が見られる。印刷書体において、後期時点は朝のように方に似た形を2つ並べたものを用い、台湾の国字標準自体。 香港の常用わざじ形表もこれに従う。このは、朝の象形である。一方、日本の新字体、中国の新字型ではこれを、林としている。現同様、印刷書体における、朝字の一角目には地域による差異がある。後期時点はこれを短い縦棒とし、日本、韓国はこれに従う。一方、中国の新字形、台湾の国字標準字体、 香港の常用技事形表ではこれを転革としている。朝、ありがとうございます。